永です。前回これを作ったんですけど蓋がないので蓋を作りました。ということで刑事自作シリーズ始めます。なぜ自作するかということなんですけど、手頃でいい刑事がとにかく手に入らないと、そして高いということからです。メリットは安く作れる、好きなものが作れる、そして楽しいっていうことですね。デメリットはまず技術が必要、そして道具を結構揃えるのが割高ですね。そして作るのに時間がかかります。でこれらデメリットをどうやって解消するかというと、まず技術は公開しましょうと、あと特注すると高いんですけど、通常これ特注するかみたいなものを作るとですね、道具の費用が回収できるんじゃないかと思います。例えばですね、超ミニな形状をカジュアルにちゃちゃっと作ってしまうと、こういうのを特注すると高いですけど、そういうのが作れる状況になると投資が回収できるんじゃないかと思います。あとは失敗しないようにするってことですね。ガラスをまた注文すると高いですし、ということで動画を公開していきます。自作の手順なんですけど、材料のガラスを揃えてそれをシリコンで接着します。あとは必要に応じていろんな部分を追加するという手順になります。まずはですね、ガラス加工やってみようということで、蓋を自作してみようということで始めました。これ結構危ない作業も入っているので気をつけてやってください。最初はガラスを切っていきます。ガラス切りというものを使います。1000円から2000円ぐらいで手に入ります。僕は結構いいのを買っちゃいました。でこれキャップのを外してですね、そこにオイルを入れて、切る時にオイルが染み出てきて、ガラスとの接地面を何かうまいことやる仕組みになっているみたいです。オイルを入れるだけですね。でこの真ん中の刃がですね、ガラスに傷をシャッと入れて、そこが割れるって感じなんですけど、傷を入れる時にですね、定規が必要です。こういう風に裏に滑り止めがついているものをお勧めします。今回は ADA の60センチ水槽の蓋が余っていたのでそれを切ります。 ADA ガラスポット角ロングが75ミリ幅なのでそれに切っていくんですが、こういう風にガラス切りで一気にシャーッとやります。こういうチーっていう音がしたら成功してますね。そして上に線を入れたので裏返してパキッとやると割れます。結構綺麗に割れましたね。サイズもいい感じに切れているっぽいですけど、ちょっとこれ大きめに切れちゃってるんですね。でもう一回カットして正方形にします。なぜ大きめに切れちゃったかというとですね、このカッターの刃とカッターの周りの幅があるので、その分を考慮しないといけなかったですね。またシーッといったんで、これうまくいったと思います。結構綺麗にできました。ちょっと大きかったですね。でもう一個作ってみます。今回は力入れ気味に切ってますね。これこう綺麗にできました。サイズも良さそうです。結構断面も綺麗にできてますね。
これで完成でもいいんですけど、やっぱり四隅が気になるのでダイヤモンドカッターで切っていきます。これ結構危ないかなと思ったんですけど、大丈夫でしたね。ただやるんだったら気をつけてやってください。この辺からもう調子に乗って自由にやってます。これ成功するか分からなかったので、割と綺麗に測ったりせず雑にやってます。それでも結構綺麗にできました。いい感じじゃないでしょうか。蓋はこんな感じです。今日はこれぐらいにしておきます。バイバーイ。